はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは。楓さんちへようこそ。今日はちょっとね、まあ真面目な話をしようかなとは思っております。まあね、自分がちょっと重い病気、まあちょっとね、肺炎でもどのくらいの重さなのかだとか、これからね、治療法などなどを決めるときに、まあメインとなるお医者さんがいて、まあ私はこういうふうに思っておりますっていうの説明が来ると思うんですけど、やっぱそういうのでもセカンドオピニオンっていうのかな、ちょっとサブ的なっていうの言い方ね、怒られるけど、もう一人ぐらいのお医者さんだったり、サブがもう二人ぐらい、こうね、サブが二人でメインが一人のお医者さんって言ったらいいのかな。まあ本当に補助的にこうちょっと意見を聞きたいお医者さんっていうのかな、そういうセカンドオピニオンみたいなのを人にこう意見を求めたりとかしちゃいますか？普通のねっていうか、まあインフルエンザとか、まあ普通の風邪でも重症化すればね、亡くなる可能性もありますけども、そういう場合でも、なんだろう、まあそういう場合はね、本当にメインのお医者さんの話を聞くことがまあ多いかなと思うんですけど、それ以外 の、 その今回のウイルスは、今回のウイルスっていうか、もうコロナの場合はまあね、ほとんどセカンドオピニオンの話は出てこないですけど、他のその白血病だったりだとか、がんだったりとか、多分その他の内臓系だったり、内科的なものもそうだし、外科的なものも多分セカンドオピニオンっていうのもあるのかなと思ってて、なんか話がちょっと分かりにくくて申し訳ないんですけど、どうなんだろう、内科的なものが結構多いのかな、セカンドオピニオンって。まあ私の場合に、そういうことに、ことって言ったらいいのかな、そういう大きな怪我だったり病気になったことはないので、まあ私はね、小さすぎて忘れている部分もあるかもしれないんですけど、どうなんだろう、もしこれから先そういうね、大きな病気になったとして、セカンドオピニオンが必要になってくるのかなって思っています。もしそうなったとしたら、まあ旦那さんにね、そういう話をしようかどうかっていうのはちょっと分かんないですけどって言い方もおかしいね。もしそうなったら、ちょっと他のお医者さんにも聞いてもらえたらいいなという話をするかもしれないですけど、多分基本的にはそのメインのお医者さんの話を全面的に、多分話を進める可能性が多いかなと思っております。じゃあその旦那さんがそういう大きな病気になった時にセカンドオピニオンに聞くかっていうと、どうなんだろう。探すには探すのかな。
まあ、旦那さんもね、そのセカンドオピニオンっていう考えがあるのかどうかっていうのはちょっとわかんないんですけど、そういうのは必要ないよっていうふうに言うんだったら、まあ探さないかもしれない。ただそのまあ本人に内緒で探す可能性もある。探すというか、まあ意見としてこういう状態なんだけどどう思いますみたいな感じで軽い相談っていうか、そういうのはちょっともしかしたら話すかもしれないですけど、まあ、本当に実際そうならないと実際どうなるか分かんないなっていう、まあ考えというか意見ですね。本当変な話さ、その今からそういうことを考えてもって思っちゃう部分もあって、そういう場面に行ってないからね。もちろんまあ本当は考えなきゃいけないんだけど、まあその話し合いをして、まあそういう公的な公正証書じゃないけどまとめておかなきゃいけないのかなとは思うんだけど、まあいざその前もってこう話し合ったことをまあその時になったとして、その前もってこう決めたこととはまた違った場面になってしまう場面というか、内容になっている時もあると思うし、それがもう無効というか役に立ってないじゃんっていう風になってしまうんじゃないかなと思って、結局は、そういう公正証書じゃないけどそういうことは書かなくなってしまうのかなとは思っております。まああくまでもこれはね私の意見だし、旦那さんはちゃんと考えている可能性というか考えていると思うんで、まあその時になったらじゃあ旦那さんの意見に考えに賛成しますっていう風になると思うんだけど、自分がそういう大きな病気になった時にじゃあセカンドオピニオンにお願いしますって言えるかどうかなんだよな。まあそれなりにねその料金とかそういうのもかかるだろうけども、まあ意見をね聞くぐらいだったらそういう料金が発生するかっていうと発生しないだろうけど、やっぱそういうのが気になってしまって、結局そのメインのお医者さんの治療法を進めていって、セカンドオピニオンの人の意見を取り入れていれば、まあ延命治療というかそういうね何年かは生きられる命だったのに、メインのお医者さんの意見をかねこう遂行というかやったがためにすぐ命がなくなってしまったっていうこともあり得ると思うので、それはそれでなんか嫌だなと思うし、どうすかね。だから今それを考えてもなぁと思っちゃうし、でもまあ考えておかなきゃいけない部分もあるだろうし、って思っております。皆さんどうなんだろう、そういうことを、まあ前もって結婚した時とか
まあ、ことあることに俺はこうしたいなっていう話をしてるのかな。まあそれはね、うちの弟にも言われましたけどね、これからどうするのっていう話になった時に、いやいや全然決めてないっていう話をしたら、いや二人でちょっと聞いといてよっていうか、そういう話しといてよって言われましたね。何も考えていないじゃまずいでしょっていう話をされて、そうだねっていう話をしましたけど、どうなることやらって感じですまあお気楽っちゃえお気楽なんだけどね、その方がいい。皆さんどう思いますか？もしよろしければご意見いただきたいと思います。それでは皆さん、さようなら。